アレンジをする前に、巻いてるやり方と、あとアレンジをする上でのポイントとかを軽くお話ししながらやっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。まずアイロンでベース巻いていくことが多いんですけど、ざっくり簡単に、ワンカール毛先を内巻きにしていきます。で、事前にスタイリング剤だったりヘアスプレーだったりっていうのをつけることもあるし、つけないこともあるんですけど、モデルさんの、まあ、お客様の、髪のコンディション、オイルをたくさんつけているだとか、サラサラな状態なのかとか、その辺を判断して僕はつけるようにしてるんですけど、あくまでも全部アレンジがしやすいようにっていう方向に持っていくので、サラサラすぎても大変だし、しっとりしすぎてても大変なので、その辺を少し見極めながらスタイリング剤使っていきます。